ちゃいい色になってますでしょ。たまんないっすねこれね。どうも、ねさん、リュウです。はい、ということでですね、今回はですね、皆さん見てください、これ僕の顔よりでかいジャック・ダニエルですね。はい、前の動画とかでもね、結構僕飲んでたんですけども、またいただいちゃいましてですね、せっかくなのでこのジャック・ダニエルにめちゃめちゃ合うレシピっていうのを作っていきたいなっていうふうに思うんですけども、あんまり皆さん聞いたことないと思うんですけども、ウイスキーって結構ねお料理に使うとものすごく美味しいんですよ。香り高くてですね、今回はジャック・ダニエルを使った最高に美味しい唐揚げでございます。はい、ウイスキー使ったカラオケって皆さん食べたことないでしょう。ジャックで作った唐揚げにジャックを合わせると、これがもう僕今やりたくてしょうがなくてですね、今回はジャックダニエルを楽しみながらジャックダニエルで作る唐揚げ、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、まず材料紹介ですね。唐揚げなので、まあ、鶏もも肉です。はい、1枚 300g から 320g ぐらいのもんかな。はい、です。であとニンニク、これね全部使わない、少し入れます。はい、であと生姜、少し。調味料はもう概要欄に、書いてあります。はい、一番大事なのがこちらのジャックダニエルでございます。はい、これをですねお肉にね漬け込んでしまうと、はい、そうするとねジャックのねこの芳醇な香りがですねお肉に絡むんですよ。めちゃめちゃジャックに合う味付けになります。はい、同じ香りなのでね合うに決まってますよね。っていうことで、これから作っていきたいと思います。まあ毎回言ってるんですけども、まあ、料理を作っていくんですけども、これからね最高にジャックに合う、その中で一番大事なのはやっぱりね素材の味を十分に生かすことを意識しなければいけないと。一番重要な食材なんでしょう、皆さん。ジャックダニエルですよね。そしてジャック・ダニエルの一番引き立つ飲み方っていうのをですねちょっと私勉強してきましたので、今からやっていきたいと思います。まあ、まずジャックをね、これです、コーラ、ジャックコークですね。世界で一番飲まれてるカクテルって言われてるんですよ。素材の味を確かめていきたいと思います。いただきます。うまっ。ジャックの香りとコーラの爽やかさがめちゃめちゃ合いますね。これは世界一飲まれるよ、これ。めっちゃ飲みやすい。今回はジャックを楽しみながらジャックで料理を作っていきたいと思います。はい、それではね、材料切っていきたいと思います。ニンニクです。まあ、ニンニク多分ね半量ぐらいしか使わないんですけども、少しね、香り添えたいんでこれを剥いていきます。生姜はねもうこれも半分ぐらいしか使わないんですけども、皮付きのままで結構でございます。これをおろして使っていきます。鶏もも肉、こうやってまあ半分な感じで切って、でこいつをまた等分ぐらいにしていきますね。はい、ね、大体同じ大きさに切ってください。もうねなんとね下処理はねこれでもうほぼ、はい、大さじ2杯もうジャックダニエル入れていきます。あのこれ別にこのねビッグジャックじゃなくても大丈夫ですからね、これは普通の瓶でのやつでも大丈夫です。はい、そしてジャックの香りね一度確かめてください。芳醇な香りです。これはね他のウイスキーにはない香りなんですね。これがね非常にお肉を美味しくしてくださいます。なんだと思うな、蜂蜜ね。ジャックと蜂蜜ってすごいあるんです。すごいね合うんですよ。そういう商品もありますよね。ジャックと蜂蜜の香りってすっごい相性がいい。これを料理に使っていきます。ここはねお砂糖じゃなくてねぜひ蜂蜜を使ってもらいたいな。まあもうほんとはもうこれで飲みたい、これで飲みたいぐらいなんですが、グッと我慢しましょう。ここはここにあの6回数入れて飲みたいのをグッと我慢します。グッと我慢して元のジャックコークを飲みます。あーこれも合うな。これ醤油です、大さじ2と半分です。はい、これ入れていきます。ニンニクもねほんと少しで大丈夫です。あのなんで少しかっていうと、あんまりにもね入れすぎてしまうとあのジャックのね芳醇な香りがねちょっと弱まってしまいますんで、もうほんの少し、はい、大体ね 2g ぐらいですかね。これも 2g ぐらいで大丈夫です。はい、これぐらいですね。はい、そしてここにうまみ調味料1234567振りです。はい、入れてください。これで旨味をつけていきます。はい、
で、ここに先ほど切った唐揚げ、唐揚げじゃねえや、先ほど切った鶏肉ね、ちょっと先走りすぎちゃいましたね。鶏肉ね、唐揚げじゃないですよ、まだ唐揚げじゃないです、これから唐揚げの、唐揚げになるんですかね、今度ね。優しく揉み込んで開けてください。そうするとですね、ジャックの芳醇な香りと蜂蜜の甘い香り漂ってきます。ちょっと厚衣にしたいんで、ここで片栗粉もね、だいたいね、この分量だとね、小さじ1と半分ぐらいでいいかな。はい、こうあえていきます。ここに片栗粉を入れることで漬けダレの濃度が増してですね、コーティングされるんですよ。なので厚衣になります。お肉にこのジャック液をね、染み込ませたいので、だいたい20分から30分ぐらい、はい、置いておいてください。ジャックのいい香りをね、染み込んでいきますんで、はい、待ちます。ジャック効果みたいな、はい、もうあっという間だと思います。はい、はい、それではですね、ジャック効果も全部いただきましたまあね、30分あればね、30分漬け込んだのがこちらでございます。はい、ポイントなんですけども、常温で漬けといてください。なんでかっていうと、一つのピースで唐揚げってちょっと大きいので、中まで火が通るのがですね、こう難しいんですね。最初に常温にしておくことによって均一に火が通るようになりますんで、常温に置いといてください。ちょっと出かけるとかね、2時間3時間漬け込むっていう風になったら、冷蔵庫に入れておいて常温に戻してからやってください。そうすると、中まで火が通りやすくなりますんで、今はこの常温のお肉でございます。これを揚げていきます。そうすることによってね、一度揚げで大丈夫になります。で、ここにサラダ油、僕の揚げ方はですね、油を最小限で揚げていくっていうやり方です。はい、衣が空気に触れることによってカラッと仕上がるんですよ。実は冷蔵庫1センチぐらい、はい、敷き詰めることによって油が浸る部分を増やすっていうようなやり方してますんでね、中火です。まあこんな感じで、こんな感じでね、僕の推奨する本当にお酒に合う唐揚げっていうのは厚衣です。ザックザクのをね、これをジャックでいただくんですよ。敷き詰めるようにやることによってお肉自体がね、油に浸かるんですよ。で、ここら辺にちょっと入れ込んで、ジャック、蜂蜜、お醤油のこのタレが本当に美味しいです。中火でじっくらと揚げていきます。飲むお酒を使った料理っていうのは 100% マリアージュができるっていうのを言ってるんですよ、いつも。皆さんもね、これやってみてください。めっちゃ楽しいですよ。それを飲みながらやるのめっちゃ面白いですから。蜂蜜も入ってるので、結構ね、色はね、よくつくんですよ。こうやって糖分が入ってますんでね、はい、すっごくいい色になります。これめっちゃいい色になってますでしょ。このチャウチャウ色がね、非常に美味しそうに見えます。たまんないっすね、これね。揚げてる時からものすごく香ばしい香りがしてくるんですね。普通唐揚げってお酒とかで作るんですけども、ジャックダニエルで作るね、この香ばしさ、この芳醇な香りはね、他のお酒では出せない。日本酒よりもウイスキーの方がですね、アルコール度数が高いです。なのでお肉も柔らかく仕上がるっていうような寸法なんですね。これね、全て理にかなってます。これはじゃあね、中火で、まあ、こんなぐらいの色にね、5分かな、揚げました。油から揚げていきます、はい、どうですか、めちゃめちゃいい色に仕上がってませんか。お醤油の分量がちょっと多いので、色はね、結構ね、つきます。衣ザッコザコね。じゃあですね、キッチンペーパーに油を切りました。で、もうこれを盛り付けていきます。ね、衣がザッコザコですよ、これは。やっぱね、ウイスキーを使ってるんで、レモンもね、はい、ハイボールにレモン入れるじゃないですか。なんでレモンもね、添えてあげると非常にいいと思います。はい、ジャックダニエルを使ってですね、ウイスキーから完成でございます。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。唐揚げだったらハイボールでいただきたいかなと思いますんで、ジャックハイボールでいきたいと思います。いただきます。いただきたいと思います。いただきます。勝ちました。全てに勝利しました。マジでうまいです。唐揚げの動画って、まあ、そこそこやってて、この唐揚げって僕のどの唐揚げよりめっちゃ上品に仕上がってます。ジャックと蜂蜜の効果ですね。お肉マジ柔らかいですよ。これこの中ふわふわにジューシーで柔らかい
鶏肉と外が厚衣でガリッとなってるじゃないですか。このコントラストマジヤバいっす。レモンをね、レモンちょっと絞ってチームレモン入れていいっす。なんでこんな上品なんだろう。めちゃくちゃうまい。で今回はね、あえて香辛料類はね使ってない。これなんでかっていうと、ジャックダニアのこの香りを出してるんですね。サーブチャンスいきたいと思います。じゃあじゃあじゃあ今日はお越しいただいてありがとうございます。僕のジャックダニエル劇場やばいですね、やっぱり。これね、割と飲んじゃうから意外と割と飲んじゃう。もうジャック・ダニエル・タカバーができたとしたら絶対これ覚えてほしい。じゃあまずは乾杯。まずは飲んでくださいね。うまいっすね。うまいよね。香り違うよね。うん、今日がやっぱなんか濃い感じしますね。うん、ウイスキーとお醤油の分量が強いから結構色づいてます。これいただきます。うまいっすね。うまいっしょ、これマリアージュどうすか、これマリアージュがほんと効きすぎててやばいっすね、ほんとに。この人、僕よりウイスキーの味わかるのでちょっとレモンをちょっと垂らして、これさ、ジャックハイボールとさ、流すとうまい。ジャックダニエルやっぱ相当効いてるんじゃないですか。めっちゃ効いてるんですよ、これ。フレーバーがやっぱ共通点があるから、食べた後に匂いが追ってくるんだよね。氷とお酒のペアリングね。ジャックダニエルのための唐揚げじゃないですか。もうほぼ専用両方あって一つのレシピなのかなみたいな。ニコイチ的な。やってもらいたいですね、これね。最高です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。多分伝わったと思います。ということで皆さん、ジャックダニエルを最大限に生かしすぎたのかもしれない。これぐらい美味しい唐揚げになっております。ぜひ皆さんやってみてください。